はい、こんにちは、ビッグボーイです。モダンウォーフェア、ベータ版、9月の、13日の午前2時から始まってます。プレイステーション4先行で。何戦か遊んでみたんだけど、今までの COD とはちょっと違う意味で、マップのスケールが段違いというか、すごい白すらに拍車がかかったような、すごいスピーディーな戦闘をね、楽しめております。これ途中参加だ。こんな感じの新しいダッシュのモーションもあるしね。武器はこれなんだっけな、 MP5。 おい、でリスポーンもまあいい感じです、非常に。あと銃声もね、銃声が一番違うよね、今までの COD とは。なんかおもちゃみたいな変な銃声じゃなくなった。あお、ちょっと MP5 遠距離には弱いんだけど、それから最近の COD ずっとポイントストリークだったけど、今作はキルストリークに復帰してると。で、UAV は、UAV はじゃないや、マップが元からに非表示なんで、UAV を使うとマップが映って敵の位置もハイライトされるというわけでございます。誰かいたんだよな。仲間やったな。何をしてるのかね。で、こんなものをね、立てることもできると。うわー、多すぎる。感覚としては、ちょっとバトルフィールドっぽくなったって言えばいいのかな。それがいいか悪いかは分かんないけど、打ち合いはすごくね、楽しめております。それからまあこんな感じのダッシュがあるから、敵と遭遇してもね、割と逃げれる。あと武器の反動が全体的にでかいんで、よく狙いましょうって感じかな。ああ、数じゃ当たることも間違いないんだけど、ちゃんと精密に狙いましょうという。負けちゃった。あ、ギリギリだった。今プレイヤーのスコアを見た感じでは、13日時点ではレベルの上限が10で、ベータ開催中に段階的に上限上げていくと、従来の COD ベータと同じような感じ。ガンスミスでこんな感じにアタッチメントを組めるんだけど、装備中5分の4ってなってるから、そうだね、マズル、アンダーバレル、あと武器特有、武器固有のパークなのかな、あとサイトストック、一通り上限なくつけることはできると。はい、ドミネーション、あ、これも参加で、あれ今クロスプレイオンになってんのかな。なんか ID がね、全部日本語の人がいたんだけど、ひょっとしたら PC の人とか、あと箱の人とかとマッチしてんのか。うわー、痛い。何それ、そっちからも来てる。このマップは左側に洞窟がある以上な、難しい構造してないんで。攻め込むんだ。あららららら、アシスト、
あー、クソエイム。これで攻めようとか。出てこないね。攻めようと切ろう。オッケー。味方が巡航ミサイルを発射した。ブラボー、確保開始。これ後ろから来てない？はい。もう一人来てた？ UAV。ブラボーを奪う。ああ、ちょっと遠い。この武器じゃ無理。こういう時はこれをこうやって。オッケー。一定距離打開をすると今みたいなフィールドオーダーというのかな。今盾を出したけど、レベルを上げるとね、トロフィーシステムとかもあるらしい。まあ、B 地点が厚いから B 地点守った方がいいね。敵のスコアが半分に達した。食い下がるんだ。目標を2つ取ったぞ。敵が押してるなら C 欲しいよね。操作を始める。これ登れ、登れる。 C 取っちゃいましょうか。ほい。武器のねブレが大きいせいかね、体力それほど多くないかもしんない。当てにくいという意味で。よし、死んじゃったけど全拠点ゲット。よし、これで逆転して、でUAV の稼働時間は全然長くない。というか、むしろ短い。オッケー。ほい。ああ。おっしゃ。ああ、そっちも。というか今、キルログがクレイモアマークだったんだけど、グレでクレイモアを起爆させた感じが。すげえ足音するんだけどね。どっから来てんのか全然わかんない。あ、 B を守るか。これで2つ抑えた。 B の味方をアシストしろ。お、ブラボー取られちゃった。ちょっと逃げよう。 C 押すか。この入り組んだ住宅街ね、すごい戦闘しにくいから、とっととね洞窟入った方が良さげ。ただ洞窟内ねすごい縦に長いからね、スナイパーさんがいると厄介かもしんないな。ほい。今までの COD には無縁だったかもしれないけどね、タップ打ちも結構強い。あーはあ。やばい。あー、まだ点差はあるから。巡航ミサイルってのはプレデターミサイル的なやつなんだけど、ちょっとね妖精から着弾が遅いんだよね。それがネック。よいしょっと。目標を2つ取った。取り返すんだ。味方が A ゲット。アルファをダッシュした。OK。 まだねブレッブレームすぎる。なんか今 B 地点光ってたんだけど、なんか仕掛けられてる？気のせい。チャーリーに向かえ。もう確保開始。後ろから来てないか、これ。急げ急げ。よし。あ、来てない。キャーリーを失った。ブラボーをダッシュした。ドミネはあくまで陣取りゲームだから、積極的に。味方が UAV を飛ばした。うわ、積極的に地点を取りに行きたい。
味方 C に集中してるな。なんかばらけたリスポーンじゃなくて、結構まとまりのあるリスポーンなんで、この辺もね、モダンっぽいね。モダン、元からマップは狭くないし、むしろ広い方だから、広いマップかつ、ばらけないリスポーン。モダンっぽい。おう。我々のものだ。ああ、それは強い。上空に敵のよし、なんとかなるな。誰かが監視されているぞ。でもパーソナルレーダーっていうのは UAV のまた劣化版 ?UAV の1個下のストリークで、探知範囲は狭いけど、自分の周囲をハイライトしてくれるらしい。奴らは消耗した上、手ぶらで帰って。よくやった。おしゃ。待ってこれ、ダサいところなんだけど。連続キルをかましたところが最後に映し出されるとかそういう感じでもないんだね。途中参加だけどドミネーション、まだ始まったばっかり。なんでかチャーリーが取れてないから取る。ね、早いところね、UAV をね、天竜ね、不安で仕方がないよ。上空に味方の UAV、 相手にリードされた。この建物群ちょっと入り組んでて何がなんだか。OK。 ん？裏棒を確保する。敵一人突破してないか、ここ。あ、仲間やった。 B ゲット。あれやっぱ突破されてる。味方が巡航ミサイルを発射。マップがある安心感ね。消えちゃったけど、アルファ攻めてる。お、アルファを我々がリードしている。上空に味方の UAV。 パーソナルレーダー、警察機を飛ばせ。ジャガー30はパーソナルレーダーによる。アルファ確保開始。喋らせてくれないっていうね、最後まで。こちらが有利な状況だ。全拠点確保、守り抜け。オッケー、こっちからのリスポーンになりそう。ちょっとこのマップは人数に対してね、広すぎる感があるマップ。あーはー、こちらジャガー30、チャーリーを押したぞ。警察機を配置してくれ。よし、味方はマップがないと不安よな。 UAV 動きます。味方のヘリガンナーが監視を行う。お、ヘリガンナーってことは敵はみんな引きこもりになるな。え？これ建物だね。あ、ここ入り口じゃない。マガジンを変える。上空に味方の UAV。この人オナゴ？オナゴだ。おお、めっちゃ集まってるじゃない？はい、ハンドガンに切り替え。仲間ナイス。ごめんなさい。チャーリーの味方をアシストしろ。ラグを使う。味方が巡航ミサイルを発射。チャーリーを撃ち去った。パーソナルレーダー。これはなんかお粗末な UAV って感じだね。敵全然映んないけど。足音がしたんだけど、もうわかんない。ワンモア、立て。
え？あーはー、そっちにも。これなんだっけ？あ、これ UAV か。ね、仲間の不安をね、解消してくれる UAV ね、今作。よいしょっと。敵が場所を変えてる。あれ？オッケー。意外とヘッショね、入るんだよね。B 取られた。上空に敵のパーソナルレーダー、誰かが監視されてるぞ。パーソナルレーダーの有効範囲がいまいち分かんないからね。どんぐらい近くにいるとハイライトされるんだろうな、敵が。食らってるね。はい、よいしょっと。オッケー、オッケー。パーソナルレーダー、この盾もなかなかいいね。これね、高速にゲージが溜まるんで、たくさん盾設置できちゃう。わあ、スナイパー。このちょっと左の通路は行かない方がいいな。端っこの家から詰めるならいいけど、あんなところに。こちらジャガー30、パーソナルレーダーは燃料。上空に味方の UAV、 レーダー操作を始める。ちょっとするんだよね。味方が巡航ミサイルを発射した。誰か降りてきた。オッケー。ここ開くの、開かない。あオッケー、ダブルスコアぐらい。交代のないドミネーションの方が好きだな。交代というかハーフタイムか、あれは。上空に味方の UAV、 レーダー操作を始める。パーソナルレーダー、レーダーじゃないや、これは盾で、これこんな風に固定することもできるんだけど、これね全然反動ないんだよね。反動ないんだけど敵が来ない。チャーリーに向かいます。チャーリーを奪う、スタンバイ。あ、マップ消えた。巡航ミサイルをめっちゃ揺れるな。オッケー。全ての目標を確保した。上空に味方の UAV、 レーダー操作を始める。オッケー、アシスト、さっきからアシスト満載。と横側からアルファに回ってみようか。味方が巡航ミサイルを発射した。あれ、アルファが半分で止まった。なら取り直しておいて、戦い続けろ、勝てるぞ。ちょっとマップが広いから敵とさっぱり合わないな。いてマウントしてたかな。えい、忠実だったらよくやった。まあこんな感じで、ボイチャが聞こえてる。こんな感じでモダンオフェアベータは遊ぶことができます。で、今後は生放送を垂れ流して動画にしていくので、通常の実況は今回だけで、また彼と一緒に遊んでいきます。
はい、ご視聴ありがとうございました。